テレ東ビズ。大手住宅メーカーの大東建託は29日、住んでいる人たちの満足度を集計した住み心地ランキング2022を発表しました。首都圏での子育て世帯の街住み心地ランキングでは、3位は埼玉県さいたま市浦和区です。2021年は7位でしたが、2022年は3位にジャンプアップしました。2位は千葉県印西市、1位は東京都中央区が選ばれ、2年連続トップとなりました。中央区といえば銀座や日本橋など商業中心地がある一方、月島や人形町など下町風情が残る町もあります。中央区に住む人は、学校も子供が歩いてすぐ行ける場所にあるっていうので安全かなって。ちょっと行ったらもう繁華街とか銀座とかも行けるので、もう歩いても行けるので、公園がたくさんあるので、ちょっと子供とかもパッと気楽に遊ばせやすいかなと思います。実は中央区の中でも東側の隅田川に近い地域には居住用のマンションが非常に多く立地をしておりまして、かつ都心へのアクセスがいいということは、受験をされて通われる学校とか塾へのアクセスもいいということで、そういった方々の評価としては都心の中でも中央区ということが一つ大きな評価の高さにつながっているのではないかと。